い、皆さんこんにちは。今日はですね、長らく期間が空いてしまったんですけど、久しぶりに、サブのペンケースを紹介していきたいと思います。筆箱はこちらですね。東京にあるマンソーというメーカーが作ってるブライドルペンケースです。名前の通り、革は、ブライドルレザーが、使用されていて、すごい頑丈ですね。サブのペンケースは持ってこようと思います。大容量ですし、すごいね、デブペンケースに似てるんですけど、そこは、触れないでおきましょう。紹介していきたいと思います。まずのりはですね、最近ね、手荒れがひどくて、すいませんね。のりはピットパワーを使用しています。テープのりですので、スティックのりとか液状のりとは違って、すごい使いやすいです。価格もね、リーズナブルで、粘着性もすごい高くて、本当にコスパがいいと思います。もう透明なね、デザインも好きです。デザインに凝るトンボ、さすがですね。シャープシンガー、ハイユニの 4B。 多少高いですけど、滑らかで、これをずっと使用しています。4B なんでね、折れやすいんですけど、そこは、どうせ 4B なんで力入れないですし。で、入れてるのがこちらですね、ペンテルのグラフ線4プロ 0.5。言わずと知れたペンテルのシャープペンシルの傑作とも言えるペンです。細身のボディで、なおかつ、グリップが金属と、ラバーでできてて、軸が樹脂でできてて、いわゆる低重心ってやつですね。低重心が書きやすいという定義はもうよくわかる、僕は間違ってると思うんですけど、書きやすいです。みんなが認める、書きやすいシャーペンですね。ここも大好き、で、無印良品の、ポリカーボネートシャーペン、これは低価格シャーペンの中では、抜群に書きやすいと思います。あとデザインもクリアボディでね、すごい優秀だと思います。すごい綺麗だと思います。ただね、ここに、グリップにね、すごい、鉛筆の粉とかが、汚れがね、つきやすくて、そこはちょっと難点ですね。蛍光ペンが、スタビロのナビゲーター。すごい、質のいいインクで、発色がいいです。ただ、キャップがね、硬いんですよね。そこがちょっと、あれですね、改善してくれれば何本でも買いますよ。パイロットの V コーン、これはもうずっと使用しています。確か小学校の高学年5年生あたりかなぐらいに買ってから、もう何本も買い続けて、直液式の水性の赤ボールペンです。これ、インクが滑らかで、紙にね、つけた瞬間、ペン先がね、紙に着地した瞬間、インクが出るという、それでスラスラっと書ける、そんなボールペンです。ただね、薄い紙だとね、滲んじゃうので、
まあそこは紙を選んでから、紙を選んでこのボールペンを使うといいと思います。で、ユニボールシグナ、はい、ブルーブラックの 0.5、 これは主にサインとか、まあ、たまにノートの板書とかで、まあ、黒板の板書とかで、はい、使用しています。油性マーカーが無印のものですね。日本製で高クオリティ、なおかつ低価格、最高ですね。まあマッキーみたいです。あのゴテゴテしたデザインではなくて、まあ黒で統一されたシンプルなデザインを、まあ、使ってます。細字と極細字、床用意されてます。鉛筆ですね。鉛筆は、モノ100の HB、 はい、まあハイユニとかユニとかでもいいんですけど、まあユニ系はちょっとなんか、うん、表現が適切かどうかわかんないんですけど、なんかヌラヌラしてるモノ系はちょっと乾いた書き味な気がするので、僕はこっちの方が、モノ系の方が好きです。まあ家にたまたまね、モノ100があったので100を使用しています。別にも普通のものでもまあいいと思います。で、黒ボールペンが、ビッグのオレンジの限定カラーのシルバーですね。オレンジのインクは、まあ、アメリカ製のボールペンにしては、うん、優秀だと思います。外国産のね、ボールペン、低価格ボールペンはね、どうも書き味が、まあ、うん、日本製に比べると質が落ちるので、その中でもビッグのインクはすごい素晴らしいと思います。これすごいね、傷つきやすいんで、まあ傷つきまくってどうしようもなくなったらまたもう一本買おうと思います。まあ外出先でまあ鉛筆が折れてしまった時用ですね、これは。セットラーのダブルホールシャープナー、鉛筆削りです。太軸用と細軸用があり、まあ普通の鉛筆だと細軸用で十分です。まあ本体がですね、マグネシウム製で、まあ軽いんですけど、こういうねローレット加工が、まあデザイン、まあ、ドイツのね、なんかデザイン学みたいな、ちょっと何言ってるかわかんないと思うんですけど、まあすごいデザインがいいと思います。はい。まあ、本当に鉛筆を削りたいならダックスとかの方がいいと思うんですけど、セットラーとか。ただダックスのやつはちょっと角張ってるので他のペンを傷つけちゃうんですよ。なのでここはセットラーのやつ。このローレット意外とペンを傷つけないんですよ。で、コンパス、コンパスが黎明のペンパスです。シャープペンシルのやつですね。ここに、シャープペンシルの機構が入ってて、ここスライドすると芯が出てくる、まあ、そんなペンです。ペンっていうかコンパス、まあ、使いやすいの入れてます。まあテストとかでね、たまにごく稀に使うんで、まあ、入れといて損ないです。消しゴムはセットラのマールスプラスチック、これすごいね、消し味が固めなんですけど、まあ、最近はよく好んで使ってます。僕柔らかめの消しゴムの方が割と好きなんですけど、まあ、無印の消しゴムが一番好きなんですけど、まあ、最近はセットラにハマってます。硬
硬い消し味の消しゴム、で、最後定規がですね、ミラの三角型の定規です。これ断面図が三角になってる。これすごい綺麗ですよね。まあ思いっきりデザインに惹かれて買いました。まあ、買ってからずっと愛用しています。普通の定規の方がね、線は引きやすいんですけど、まあ、これでも十分使えるので、だったらデザインいい方がいいかなって思って、まあ、これも使用しています。カーコーね、割と安いんで、まあ、お手頃なんで、まあ、見つけたら買ってみてください。はい、では以上ですね。前回っていうか前々回ですか、メインの筆箱紹介ラストって言ったんですけど、多少変わりました。まあ見たかっ、最後って言っちゃったんで、まあ終わろう、それで終わりにすればいいんですけど、もし見たい方がいれば、はい、コメントしてください。時間があれば撮りたいと思います。本当にちょっと変わっただけなんですけど、はい、ではこれで終わります。まあ、概要欄に Twitter のリンクとか、Instagram を始めたので、もしよかったらフォローしてください。まあ、Instagram はね、まだよく分かってないので、まあ、はい、そんな感じです。では終わりましょうかね。はい、はい、では皆様、最後までご視聴いただきありがとうございました。